シャツはズボンの中に入れろ。挨拶はどうした、吉沢。杉山、朝から声でかすぎ。先生と呼べと何度言ったら、また短くしてるな。別にいいだろ。そんな格好でうろつくな。脱げ。脱げて、あんた変態かよ。次は高速通りの格好で来るようにな。うるせえな。お前のために言ってるんだぞ。男の視線を集めたい年頃なのはわかる。だけどな、自分の性をもっと大切にしなさい。うるせえよバカ。おい、まだ終わってないぞ。しょうがないやつだ。明日から冬休みか。今度こそは。お、いい感じ。ぬるぬるデリヘルから来ましたユキホです。よろしくお願い。杉山、先生と呼べと何度言ったら。じゃなくて、お前は何してんだ。そっちこそ。このことは学園に報告するからな。杉山もやってるのに。大人だからいいの。それってずるくない。それにもっと大人の女性にヌルヌルやってもらいたいからな。チェンジだチェンジ。おい、勝手に。自宅で生徒と二人送信されたら困りますよね。ここで作者が言いたかったのは、吉沢、授業中だぞ。なんだその態度は。後で生徒指導室に来なさい。はーい。緊張で吐きそう。大丈夫だって。そういえば父さんとの同居のことなんだけどさ。うん、まだ先の話だし、とすぐに決めなくていいからさ。キヨも。二人ともよく来たね。父さん、この人が。はじめまして、吉野かな子です。友也の父の田川誠です。いつも息子がお世話になっています。こちらこそ。なんでこの人が智也のお父さんなの。呼び方はカナでいいよ。7年前だもん。気づいてないよね。智也寝ちゃいましたね。そうだね。お酒弱いのにすっごい飲んでましたもんね。嬉しかったんだろうね。あの、同居のことなんですけど。同居？新婚の邪魔するほど野暮じゃないよ。ミオさん。タカシ君。着替えてね。もう朝ごはんできているわよ。おはよう、たかしくん。おはようございます。痛いじゃないか。何朝からボケっとしてんのよ、まったく。
何も殴らなくてもいいだろ。殴ってなんかいないわ。ゆっくりカバンを振っただけよ。普通の人ならよけるわ。いい加減ちょっかい出すのはやめろよ。すっごいうぬぼれ。学園一の美少女の私がたかしなんかにちょっかい出すわけないでしょ。だったらほっといてくれ。こんなのいじめじゃないか。今頃気づいたの？さすがボケたかしね。何怒ってんの？同僚が小さい小さい。お兄さんとは大違いね。なんでサトシさん、お姉ちゃんなんかと結婚しちゃったのかな。そう、この小悪魔はミワさんの妹のミサ。僕は小学校以来ずっとこの悪魔につきまとわれている。絶対に私の方がいい女だと思うんだけどな。こら、勝手に一人で行くな。あんたは私の虫除けなんだから。この美少女に虫がついたら大変でしょ。ちょっと待ちなさいってば。今日中間テストの発表だな。賭けのこと忘れてないよね。当たり前でしょ。僕の勝ちだね。なんでよ、今まで一度も私より良かったことなんかなかったのに。カンニングしたでしょ。なわけないだろ。人聞きの悪いこと言うなよ。でもなんでそんな。賭け忘れてないよね。取り消しよ。こんなことあるわけないわ。ふざけんなよ、約束じゃないか。あ、そう、わかった。じゃあこれで小学校からの友達付き合いも終わりってことだね。僕は約束を守らない奴は嫌いだ。わかったわよ。一週間言いなりになるわよ。そう来なくっちゃね。何よ、何をすればいいのよ。それはこれからゆっくり考えるのさ。お楽しみにね。変なことさせないでよね。変なことって？知らないわよ。神楽くん、何をニヤニヤしているの？あ、いや、何でもありません。今度の数学のテスト、確か93点だったわね。単純な計算ミスが2問。もったいないわ。満点取れたはずなのにね。もっと真剣にやりなさい。ぼーっとしてないで。お兄さんのサトシさんなら100点だったわね。まあ、タカシ君はタカシ君だから気にすることはないけどね。はい。あ、もしもし？え、なんで？そんな、じゃあ、でも、説明くらい。恋人かな？だって、じゃあ、何だったの？梓先生、どうしたんですか？参ったな。連絡もせずに外泊なんかして、一体どこに行っていたんだ？俺たちがどれくらい心配したか知っているのか？携帯に何度も電話したのに、なぜ出なかった？気づかなくて。あなた、無事だったんだから。ね、たかし君だって。お前は黙っててくれ。俺には、こいつをまともな人間に育てる義務があるんだ。なんだその顔は。言いたいことがあるならはっきり言え。別に、
これからは連絡する。それでいいだろ。待て、待てよ。悪かった。これでいいだろ。ね、たかしくんも謝ってるんだから。二度と心配かけるようなことはするなよ。本当は僕が悪いのは分かっていたが、うん、私入るわよ。いい？はい。ご飯まだよね。兄さんはもう出かけたから、ちゃんと食べてね。兄さん本当に心配していたのよ。二人だけなんだから電話ぐらいしてね。ごめん。そうそう、ミサもすごく心配していたわよ。電話しといてね。ただいま。おかえりなさい。たかしくん、どうしちゃったの？変？とんでもない、すごく似合ってる。素敵よ。よかった。この前の朝帰りといい、どうしたの？何かあったのかな？今すごく気になる人がいるんだ。いいな。どんな人なのかな、たかしくんの気になる人って。それはあなただよ、ミワさん。僕はそう言ってしまいたかった。Thank you.